さて、今回紹介するのは、ウルトラ怪獣シリーズより190番、強化地底怪獣、エリマキテレスドンのソフビとなります。ということで、まあ、このタイミングでなぜか発売された、ウルトラマン Z に登場したですね、テレスドンの亜種、エリマキテレスドンのソフビとなります。この右の、こちらの子ですね、エリマキテレスドンとなります。タグはこちらですね、強化地底怪獣エリマキテレスドン、身長60メートル、体重12万5千トン。テレスドンだからね、重いですね。巨大なエリマキが首についた怪獣、エリマキを使って超振動を増幅させたり、空気の盾を作り出したりする。まあ、ということでね、左にまあ、比較用に通常のテレスドンを置いてるんですけど、まあ、首元にね、襟巻きがついているのが特徴ということで、下半身と腕と、まあ、尻尾は、まあ、多分、うん、同じパーツだと思うので、上半身だけちょっと変えてるのかな、襟巻きをつけて、顔つきもねだいぶ変わってるんですよ。前のテレスのはちょっとね可愛い顔してるんですよ。もうなんか目が死んでるというか、見比べると分かると思うんですけど、もう今回の襟巻きテレスのは完全に獣の、顔をしてますからね、顔つきがもう全然違うでしょ。テレスドンは今ちょっと多分絶版だと思うんで、同じ値段だったら襟巻きついてる分少しこっちの方がお得な感じもするかな。でもなんだろう、ビラっていうとちょっとなんかやらしいね。この襟巻きの表面のこうディティールが結構細かいんですよね。パラボラアンテナみたいになってて面白いですね。本当はね、ジラスとか出してほしかったんですけど、やっぱりジラスは難しいもんね。権利的にちょっと難しい感じがしますから。まあちょっとね、ジラスの代わりみたいな。心もあるんですけれど、面白いですね。このタイミングでエリマキテレスドン様も発売されたということです。